続いて登場してくるのはロスマイナーです。全米2年連続3位というこの選手、 NHK 杯も3位が続いているという選手です。ショートでは2位で折り返して世界選手権へ向けてチャンスがあります。ターゲットはマックス・アロン 255.00。最初の4回転のサルコー、これがやっぱりポイントになりますね。素晴らしい、これはプラスのジャンプですね。アクセル、ダブルトーループしっかりコントロールしています。もう一つトリプルアクセルを予定しています。
頑張りましたね。さあロスマイナー強く右腕を振りました。まあ、これはコンビネーションジャンプのセカンドジャンプがですね、どういうふうに判定されるかにもよりますね。なるほど。最初のコンビネーションのですね、トリプルアクセルダブルトーループはこれ文句なしのプラスのジャンプですね、でその次のトリプルルッツトリプルトーループのジャンプコンビネーション、着地ですかね、ランディングはですね、トリプルトーループでもうちょっと回ってしまった、だからそこのところがマイナス要素になって、ただこのジャンプがちゃんとしたジャンプとして、認められてればですね、これはマイナスって言っても非常に大したマイナスじゃないわけですよね、でその後3連続ジャンプというか間にシングルループを挟んだルッツからトリプルサルコ、これもランディングした後すぐにこう足がつくような動作にちょっとなりましたね、だからそこら辺がポイントだと思うんですね。でもね、全体から言ったらね、彼の場合は技術的な部分とそれから表現の部分、プログラムの滑りとかってそういう面はバランスがとてもよく取れてるんですよね。これはコンビネーションの方のトリプルアクセル、そうですね、これ最初の方のですね、トリプルアクセルダブルトーループ、この後のアクセルが抜けてしまった、そうですね、シングルになって、まあ、シングルになってもまあ評価は低くなりますけれど、そこでミスしたという形ではありませんけど、GOE でプラスが取れるかというとプラスではないっていうね、マイナスでもなくてもゼロというような評価に多分なると思うんですね、まあ、非常に微妙だと思いますね。ただ、ファイブコンポーネンツという部分でのね、評価というのはそれなりにあると思うんですね。これ今トップがマックス・アーロンで、ショートで比較するとこのアーロンとマイナーの、5コンポーネンツで5点ぐらい差がありました。だからトータルポイントとしてですねの問題になってきますからね、まあ、実際に5点近くあるわけですか、ロス・マイナーとアーロンだと1点いくつですからね、だからやっぱり微妙ですね。そうなんですよ、ちょっとこの差はショートの差はほとんどない中で、片っぽはね、4回転を2つ、そうなんですよね、決めてきましたからね、なので技術点の差をこの5コンポーネンツで補うような感じになると思うんですが、そうですね、だから後半の部分でやっぱり、トリプルジャンプをうまくこなしてましたからね、この後アボットがいますので、なんといっても2番手まで入るということを考えるとこのアーロンとの差が非常に大切になります。まあ、正直言ってこの2人の争いって言ってもいいかと思いますね。最後に、いますけどね、ジョシュア・ファリスが、いますけれど、技術的な要するに、持ち技っていうのから言ったところですね、この2人にチャンスがあるんですね。佐渡か、これはちょっと2番手か、251点ですからね、251.29、3番手ですね、そうですね、今のところ2番手に入ってきました。2番手ですね、